ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG CLA45S フォーマチックプラス2020年式8500キロ、こちらの車になります。はい、最初からめちゃめちゃ恥ずかしい話していいですか。どうぞ。これクーペって僕知らなかったです。あ、そうなんですか。はい、クーペ普通にセダンだと思ってます。そうですね、セダンじゃないんですね。クーペじゃないです。クーペなんですね、はい、フォードはクーペなんですね。フォードはクーペですね。最近わからないですよね。わかんないです。わかんないです、はい、だからもう見た感じ、はい、ちっちゃい AMG GT フォードアだなってことです、うん、はい、そうですね。ちょっとトランクの開き方とか違いますけど。そうですね、はい、で装備なんか見ていくとすごいんですよね、うん、というのが全部ついてる。あ、こちら側もう全部ついてる。当たり前ですけど全部ついてる、はい、全部ついてるということで、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。今回の売りはやっぱりその一番上のね4号シリーズということで、まあ、ツッチ車を買うシリーズ最終章かなというぐらい楽しい車じゃないかなというところをちょっとお伝えできれば。でもちょっと理想的な車ではあります。ですよね、はい、サイズ感しかり、ね、装備しかり、はい、まあ、贅沢言えばちょっとうち家族で使いたいんでシューティングブレーキかなと思ったんですけど、はい、そうですか。ちょっとその辺の違いなんかもそうですね、はい、見ていきたいと思います。まずボディカラー結構変わってますよね、これ今回から。そうですね、はい、これがなんか本来普通の CLA だと優勝カラーになるものが、はい、この4号だと無償になるという、はい、お得ですね。お得ですね。で一応今までだとその優勝カラーのホワイトってダイヤモンドホワイトだったんですけど、今回はダイヤモンドホワイトが今のところない、変わってデジタルホワイトに変わってますね。でよく見るとちょっとキラキラしてるんですよね。そうですね、これ、はい、あんまり目がね最近本当に目が悪くなっちゃって、はい、残念ながらちょっと小島さんには判別できないみたいな。本当わかんないですよ、はい、よく見るとちょっとキラキラしてる、はい、だ結構違いますよね。そうですね、こっちに今あるちょっとクリーム色っぽい白と、うん、そうですね、はい、どっちかというとちょっとグレーっぽいというか、グレーっぽいやつですね、はい、ちょっと青っぽいというか、うん、そんな感じの白になってると。だと今回、まあ、車両商品車紹介なんで、まあ、正直ポイントでいくと、はい、ここちょっとだけフィットしてるんですね、はい、まあ、タッチペンしますよ綺麗に補修でも、はい、補修します、はい、でもよく見たらなんかそこだけパーツ発生そうなんで、はい、多分補修でもそんなに費用的にかかんないで直せるかなっていう、うん、あとはこれ前いかつすぎじゃないですか。そうですね、改めて見るとその CLA 出た時お結構イメージ変わったと思いませんでした。これえどういうことですか。このモデルが変わった時、フルモデルした時ですか。そう、まあ、確かに、はい、ちょっとなんかこう 1年ぐらい前ですかね、末っ子でちょっと別な存在だったのが、はいはい、他の AMG シリーズとなんか全部つながりませんでした。なりましたね、なりましたね、はい、そんな感じしますよね、うん、このグリルしかり、ちょっとバンパーの形状とか、バンパーもだってこれここだけドアップで見たらもう車種わかんないですよ、うんうん、そうですね、他の63シリーズにもつながってますよね、はい。あとはヘッドライトなんかも 45S になるとマルチビームの、うん、そうですね、はい、前車一応 LED ではあるんですけど、うん、さらにちょっと機能が、はい、いいものが標準でついてくる、ね、はい、こんな感じになってると。そして足元なんかも 45S いろいろ特別装備が、もともとこの赤いキャリパーが 45S の、ね、そうですね、はい、装備なんですよね、うん、あとは車高なんかも多少下がってくる、うん、そして電子制御の足回りも漏れなくついてくる、うん、はい。で僕思ったんですけど、うん、あのベースのもう CLA の一番安いやつと、うんうん、一番このトップグレードの 45S って、うん、なんか 45S ってめちゃめちゃ高いじゃないですか、うん、ベースから比べると、うんうん、けどいろいろ見ていくと、うん、もしかしてこれ一番お買い得な車なんじゃないかなって。そうなんです、そうなんです、僕思ったんですよ。そこをね僕最後に言いたかったすいません、最初にぶっ込んじゃう。でも本当そうなんです、はい、その通りなんですよ、はい。でも例えばエンジン、はい、もう馬力で言ったらもう3倍じゃないですか。3倍です、3倍です。トルクも確か 2.5 倍ぐらいなんですね、はいはい、ちょっとそこもエンジンルームで本当は触れた方がいいのかもしれないですけど、はい、そうですね、エンジンも、はい、もう本当通知今日言っちゃうから、でもこれこれこそ本当にエンジン、そうですね、そうですね、ちょっとそこはまだ取ってくれましょう。このエンジンはちょっとこの厚さを次にあと装備に関してもそう、はい、その結構その価格倍まではいかないんですよね、車は、はいはい、ベースの、まあ、ちょっと倍ちょっとかけるぐらいかな、うん、はい、ただ、この内容でこれ全部ついてくるんですかっていう、はいはい、そうなんです、はい、だ金額差考えたら買えるんだったらこっち買っちゃった方がいいですよ、ね、絶対そうです、はい、いやいや本当にその価格の、まあ、多少のねそのローンのマジックって言い方される方もいますけどそういうね
あの値落ちとか考えて、ね、月々の考えても僕はいいと思います。僕も今回 S のさ AMG と普通のベーシックの差の考えたらそうなんとんでもないですから。僕もだからその装備表を見て今回そう思っちゃいました、はいはいはい、ただもう一回その価格を見てちょっと買えないなって思っちゃいました。あれ買わないの？いやちょっともう一回そうですか、はい、分かりました。そしてまあとにかくいろんなものですよ。19インチになるのもだから 45S の特徴ですよね、はいはい、こんなのがついてると。そしてまあ3号のフォーマチックのさらに上、はい、フォーマチックプラスになると、はい、ただ車はもともと FF 設計なんで、はい、まあ、いわゆるその他の63シリーズみたいな、なんですか、完全に FR まで触れちゃうようなフォーマチックプラスじゃなくて、はい、まあ、基本的に前100後ろ0で場合に応じて50対50、はい、だとプラスになるんでトルクベクタリングがついてくると、はい、もうこのサイズでこの前に来て、うん、そうですね、そんな駆動システムありえますかっていう、はいはい、とにかくもう本気で走れる車であると、はいね、はい、あとは AMG なんで、まあ、サイドステップなんかもかっこよくなったりとか、うん、あと今回オプションのでかすぎませんか。そうですね、めちゃでかいですよ ね、ルーフが動くっていうのがね、またねびっくりですよね。びっくりです、はい、だってもう当然このルーフだからこう R がついてるじゃないですか、うんうん、R がついてるまんまこう出てくるんです。ちょっとこれも後で見てみましょう、はい、だからこう一つずつ拾っていくとすごい車ですよね。すごい車だと思います。パッと見ね、なんか普通のちょっとこじんまりした車に見えますけど、いやいやいや違うぞという感じですよ、ね、中とかもすごいんですよね、はい、そしてクーペなんで、このちょっと横を見るとクーペって言われて、はい、フォードはクーペって言われて、納得なスタイリング、はい、そうですね、うん、はい、ちょうどいい大きさかなと、うん、でなかなかちょっとそのフォードはクーペ、クーペとセダンのなんか、ね、何が違うんですかね。窓枠があるないってことなんですかね。そこはねちょっとなんか掘り下げてちょっと調べないとダメだね。ちょっと定義が分かんないなと思えないですけど、はいはい、それあれ今度あのライブの時にコメント入れてみようかな。あ、クーペとセダンどうですか。違うことですか。答えられません。肘川さんなら答えられるんじゃない。ああ、知ってそうですね。知ってますね、はい、であとは後ろなんかも19インチ赤いキャリパーになってて、でタイヤも標準だと225が255になるという、うん、255ですよこのボディサイズで、うん、そうですね、うん、で流しましたけどね、すごいですね、すごいサイズです。すごいです、はい、それが普通に履いちゃうという、はい、そして後ろに行くと、後ろなんかもう僕特になんか ここの寝具合とか、うん、ちょっと GT っぽいなと思ったんですよね、うんうん、本当にちっちゃい AMG GT フォードみたいな、うん、そしてマフラーもこのド迫力の4本だし、で今回の車はパッケージがついてるってことで、はいはい、バルブ付きのエキゾーストになってるという、はい、そうですね、はい、そしてあとはこの辺のディフューザーなんかもだから一つずつ見ていくと本当にちょっと普通じゃないなっていう、そうですね、見て取れると、はいはい、ここねちょっと個人的なあれですけど、はい、コラーエンブレムちょっとない方がかっこよくないですか。あ、確かにちょっと主張がね、でかすぎですよね、そのボディサイズに分かります、比べて分かります、うん、ちょっとね多分ここはこのボディサイズに合わせてサイズ見直してないじゃないですか、はいはい、そうですね、全部共通じゃないですか、うん、まあ、測ったことないですけど多分共通ですよね、うん、共通ですね。だから S とか E についてるとちょうどいいですけど、うん、そうです、ね、確かにこの車のサイズで、うん、このフォントのサイズだとそうです、ね、ちょっとこうだからここだけ、ね、でかすぎますね、外してこの S だけ残してもいいかもしれないですね。もういっそのことなくてもいい気がします。なくてもいいかもしれないですけどね、もうキャリパーで 45S って分かるわけじゃないですか、うん、ちょっとこの辺は好みに応じて、まあ、いろんなことが多分できると思います。できますね、はいはい、こんな感じの あとこのスポイラーもあれですよね、はい、AMG の、はいはい、スポイラーがついてると。じゃ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはここが開くと思いきやここが開くんですよね、はい、いや最近あるじゃないですか。最近ね、開かないのっていう、そうですね、僕も引っかかりますが、はい、そしてトランクの大きさ的にはどうでしょう。割とこのボディサイズにしては広いって言っていいんじゃないでしょうか、うん、そうですね、はい、ただこのフォードはクーペみたいにこうなんていうんですか、ここガラスごと上がるタイプじゃないんで、うん、ちょっと開口部はやっぱりそれなりかなという、まあうね、はい、シューティングブレークとかね、うん、そうですよ ね、 すね、感じなんで、ちょっといい、ただゴルフバッグなんかに関しては今日奥行きあるので、あ、十分いけそうっすね。いけますね、ネットも下げられますしね、うん、まあ、こちらの奥まで4人でなかなか行くっていうのはあれかもしれないので、うんうん、そうですね、はい、もうその緊急の時だけ人が乗るタイプ、うんうん、まあ、本当にクーペのようにして使っていただけるといいんじゃないかなっていう、うん、割と高さも、はい、でシートも倒せると。
あ、なるほど。はい、こんな感じで。あ、ここ結構低いっすね。あ、ここのね。はい。でも確かに、うん、スルーになるって言ってもやっぱりそこ補強というかフレームが通っちゃってるんで、うん、高さはちょっとあれですね、うん、ただまあゴルフバッグぐらいの厚みのものとか、うん、長物であれば特に問題ないかなと。でもサイズ感的には十分だと思います。あとは内装なんかでも触れますけど、ちょっとこういうところの質感に関しては、うん、ちょっとそのベース、まあそうですね、先ほど言った CLA、うん、このクラスってやっぱりそうですね、 C クラスもそうですけど、ベースグレードとハイグレードのところの、そうですね、はい、あのトランクも電動じゃなかったりしますし、はいはいはい、この辺なんかもちょっとプラスチックもむき出しだったり、うんうん、はい、ちょっと質感に関しては、まあ、お金はかけてないんだなっていうっていうところはちょっと随所に、はい、見て取れるところはありますけどね。確かに。そしてこの下もちょっとあるんでしたっけ、うん、あ、下はほとんど収納ない感じですね。ないですね、はい、ユニット類とサブウーファー、うん、パッケージで、スピーカーいっぱいついてるやつが、はいはい、すごく雑な説明になってますけどついてるんで、アドバンストパッケージなんで、はいはい、サブウーファーもついてると、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で鍵がそうですね、かっこいいんですよね。かっこよくなりました。黒く、これ黒と普通のシルバーの違いって何なんですかね。んそれ聞いてくれるなと。いやいやでも、はい、まあ、とにかくちょっとかっこいい鍵になってると、はい、そして内装はこれ内装がコメントに困ります。え、というと正直言っていいですか、うん、部分部分めちゃ豪華です、うん、はい、あ、じゃあさっきのねちょっとトランクとかでも触れたところの差がちょっと、ね、はい、もうシートとステアリングに至っては、うんうん、もう本当にその上の63シリーズ、うんうん、63モデル、うん、もう兄貴だかお父さんだか分からないですけど、うんうんうん、と同じじゃないですか、うんうん、はい、で内装はでもデザインとしてはかなりかっこいいですよね、うん、ダッシュボードだったりとか、はいはいはい、メーターだったりとか、はい、シフト周りだったりとか、うん、そしてステアリングに関しては 45S になるんで標準で AMG パフォーマンスステア、うん、ダイナミカプラスナッパレザープラスパドルがついてるステアリングになってると。で AMG パフォーマンスパッケージに関してはこちらのレカロ製のパフォーマンスシート、あとマルチコントロールシートバック、あとシートのベンチレーション、はいはい、こちらがついてます。ついてます、はい、そしてドアからいくとステッチなんかもしっかり入ってて、うんうん、ただちょっと質感に関しては、まあ、正直そのもっと上のものもあるんで、ステッチのね、ステッチの質感がまあまあもうこの価格の高級車とこの価格の 45S を比べたら、うん、まあ、当然そのまあそうですね、はいはい、なります。だからその辺はだから完全にスポーツとか、はい、そっちの方に振ってる感じですよね、はい、だから2000万円クラスのステッチと違うでしょってことでしょ。そうです、そうです。いや、それはしょうがないですね、はい。そしてこのシートの調整なんか割とシンプルですけど新しくないですか。僕多分大宮店で撮影の時も同じこと言ってるんですけど、うん、ね、新しくていいですよね。新しくね。ただ調整の範囲に関してはそんなにすごく細かくできる感じじゃない、はい、うん、ただベンチレーションですよ、はい、このセグメントの車にベンチレーションですよ、うん、そうですね、良くないですか、はい、しかもこれからの季節最高じゃないですか。最高ですね。やっぱりこのシートでねなかなかついているっていうのは以前はなかったので、はい、いいんじゃないですかね。よいしょ。あの程よいサイズ感です本当に。ですよね、はい、内装はこんな感じです、はい、基本 A と変わらないですよね。はい、はい、ベースのとこは一緒ですよね、はいはい、でこのステアリングが、うん、あの良すぎて浮いてます、うん、格差がかそこで、はい、感じますそこで、はい、そうかな、ここだけちょっと成り上がっちゃったなっていう感じがします、はいはいはい、ただやっぱりいいです、うん、いいですよね。ナッパレザーとセンターマーキングがついてて、はい、ダイナミカと、はい、で割と距離薄なんで、うん、ケバケバ度はまだ、はいはい、高めです。そしてもうこの辺とか、うん、もう一緒っすよね。そこはもうね本当に S とも同じですからね、うん、他の AMG モデルと一緒という、はい、同じですか、ね、はい、そして戻り切り替えもついてて、でメーターはちょっと小ぶりですけど、うん、フル液晶のつながったタイプのこんな感じになってて、でエアコンの吹き出しなんかもちょっと色が違うんですよね、うん、ベースと、はい、違いますね、しっかりこのシルバーのタイプになってると。で装備関係ももう全部ついてます。ついてるんですよね、はい、で先日あの宮田にちょっと撮影した時に言ったんですけど、うん、そのタイヤの空気圧も、うん、ベースのモデルだと警告なんですけど、うん、AMG になるとモニタリングになったりとか、うんうんうん、あとトラフィックアシストとかってその看板、うん、速度警告とか、うん、読むやつなんかも全部ついてくる、はいはい、ついてます、はい、そしてこの辺エアコン周り、うん、
ちょっとおしゃれな質感いいですね、なんかスイッチの、うん、はい、こんな感じになっております。そしてドリンクホルダーと奥だけ充電が、言えてなかったっす、はい、奥だけ充電、はい、奥だけ充電がついてくると。これちょっとどうですか、なんでですか、あとやってみようかな。いや、さっきちょっと斜めすぎるかなと思って。ああ、でも一応ゴムマットなんですね。ゴムマットに大丈夫ですね、はい、うん、そしてこの辺がナビ周り、うん、はい、で4号だと MUBX でしたっけ、うん、音声で操作したりするのなんかも全部ついてくるんで、うん、まあ、暑いって言えばそうです、ね、エアコン勝手にやってくれたりとか、はい、そんなのも使えちゃうという、うん、そしてこの辺が、あと思ったんですけど、ちょっとエアコンのスイッチの質感はすごくいいのに、はい、ちょっとこっちちょっと軽くありません、うん、ちょっとね、ありますね、もうちょっとこう、はい、質感、はい、あれって思っちゃいました。あと、はい、これもちょっと前この野瀬さん、オーナーさんもおっしゃられてたんですけど、こうタッチパネルじゃないですか、はい、こっちタッチパネルにしてくれて、こっちやっぱダイヤル、あ、ダイヤルの方やりやすいなって言ってましたね。あ、確かにちょっとこの辺はこれ乗っけるだけでしょ、手、はい、って感じだったんで、本当はダイヤルの方がやりやすいななんて言ってましたね。特に右ハンドルっていうのあるかもしれないですね。そうなんです、はい、左ハンドルだったら利き手でこう操作できる、うんうん、でもね、変えられないところなんで、そこはもう今言ってもしょうがないんですけど、確かに、うん、っていうのはあったみたいですね。これで一応その細かくいろいろ直感的に、うん、操作できますよっていうのが売りなんですけど、うんうんうん、どうしても右ハンドルだと、はい、右利きの人だったりすると反対になりますからね、はい、うん、その辺はちょっと一回試してみるといいかもしれません、うん、そしてこの辺は、はい、USB Type-C が2ケートついてると、はい、で、あとペダルレイアウトなんかもかなり自然、もう A クラスですからね。そうですね、はい、基本のところはもう非常に運転しやすい感じじゃないでしょうか、はい、あとだからこのダッシュボードのちょっと質感とかは、うんうん、もう本当に何ですか、格差社会、格差社会ですか、感じました格差社会、特にこの手前にこの超高級ステアリングがあるんで、はい、感じてしまいました、はい、私申し訳ございません。まあ、でもね、こういう中のシステムね、機械のシステムがすごいですから、はい、はい、いやでもいいですよこの車、はい、そしてバイザーなんかはこのプラスチックのタイプ、うん、はい、そしてこのどでかいサンルーフ、うん、でかすぎやしませんか。そうですね、ちょっと5してましょうかな、さっき、はい、ちょっとじゃあオンにして、あ、持ちましょう、あそこでお願いします。でかい、半分ぐらい開くじゃないですかこれ、はい、そして横も結構ギリギリまで開くという開放感半端ないですね。ちょっとこれこの後ろもね、もうなんかすごい、だってこのガラスがこんなに R がついてるのにそのまま開くんですよこれ。だからあのガッチャマンのヘルメットみたいよこれ。どういうことですかそれ。怖っ。ああ、こう飛び出てて、飛び出てるところがね、そのぐらい出てるという、これいいですね、うん、これちょっとオプションつけた方がいいですね。それはね、欲しいですね、やっぱりこのサンルーフが欲しい、はい、そしてあと何でしょう、あとシートか、シートはもう安定の、うん、はい、パフォーマンスのシートでございます。幅はどうですか、横の脇腹とか、まあ、あとちょっと乗ってみてですかね、はい、小デブの僕が乗ってもちょうどいいです。そうですか、はい、ちょっとでも、うん、最近立て続けに乗って気が付いたんですけど、うん、AMG のこのパフォーマンスシートでも、うん、車によって、うん、違いますね、ちょっと硬さがね、違いますね、違うんですよ、違うんです。あれ、それ常識ですか。常識までいかないですけど、違うんですよね、うん、びっくりしました、うん、ちょっと柔らかい、うん、比較的その、はい、なんて言ったのかな、年式が古いって言い方がいいんですけど、の方がちょっと硬いって思います、ね、進化してるんですか、ね、進化してるのか、でもグレードによって変えてるのかな。つい先日 E63S、はいはい、大宮店で撮影で乗らせてもらったんですよ、それ結構硬くって、硬かったですか、はい、で背中もちょっとこう押される感じだったんですよ、うんうん、でそれに比べるとだいぶソフト、でもあれじゃないかな、あのダイヤモンドスイッチのやつは硬いんじゃないかな、多分。そういうことなんですかね、多分そうだと思います。確かにちょっと仕様が違う、こんなシートがついております、うん、続いてじゃあ後ろの席も見てみたいと思います。後ろがいかがですか小島店長。いや、私の身長100、あれ、いくつだったっけ、身長168です。年、はい、と身長忘れちゃうな最近。本当ですか、はい、168ですけど、まあ、十分ですね。ちょっとでも硬いですけど、まあ快適ではない
快適っていうグレードではないんですけど十分だと思います。頭も全然大丈夫ですし、車の使い方的には、まあ、2人メインで、まあ、場合に応じて4人、まあ、でも別に家族で後ろお子さん乗ったりしても全然大丈夫じゃないですか。大人の方が4人で長距離移動するにはちょっと、いやいや全然いけると思いますよ。あ、本当ですか、うん、あのやっぱりルーフもあるんで開放感あったりするんで、まあ、例えば私は背がちょっとかなり高い人はちょっともしかしたらあれですね、ヘッドレストは固めですね。でリアに関してはエアコンが吹き出しだけですね。そうですね、調整はできない感じですね、はい、でここにタイプ C が入ってあります、はい、そしてアームレストのところにドリンクホルダーが、はい、こういう形で2つついてると、はい、まあ、このサイズこのクラスでは十分だと思います。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、ここにお金を払うと言っても過言でない。やっと来ましたエンジンにとこですね。世界最強ですよね。最強です、はい、あれホームページも確か世界最強とかってなんか世界一とかって書いてあるんじゃないか。最初出た時はそのそうだったんじゃないですか。あれ今のホームページも確か書いてあった気がする。書いてますかね、はい、書いてなかったらごめんなさい、うん、でもこの2リッターでまさかの400馬力超え、はい、そうですね、ちょっともうどうかしてますよ。どうかしてます、はい、だから最初にやっぱり A45 出た時のあの4気筒の最強エンジンのそのなんていうんですかね、衝撃を上回る、あの僕こう衝撃というよりかは、うん、ものすごい失礼な話なんですけど、うんうん、本当かよって思っちゃいました。そうね、はい、思いませんでした、はい、マジかっていう。そうですね、はい、でしかもこれベースのもう最初も触れましたけど、うん、びっくり3倍、はい、約3倍ぐらい、はい、そんな車あります。そうですね、だから最近ねよくそのエンジンにお金かけている車ですよなんていう何台か車紹介させていただきましたけど、もうこれがまさにですね、この車がもうちょっと本当にどうかしちゃってる、はい、でこれでも、あのなんかちょっとこの車だけに積んで特別な感じというよりかは、うん、これから結構派生してきそうな話、ね、はいはい、小島さん聞きました。そうですね、はい、次期 C63 にもこれが搭載されるっていうらしいですよ。本当に、はい、なんかまあ C63 っていろんな噂がありましたけどね、これがいっちゃう感じですかっていう話です、はいはい、まあ、それも確定じゃないと思いますけど、はいはい、あとは最近出たロータスのエミーラでしたっけ、あれもこれが、あ、そうなんですか。トヨタのか、はい、これか選べるらしいんですよ。あ、そうなんですね。そうす、で割とそのハイパワーな車の、うん、まあ、スタンダードじゃないですけど、はい、でもこれってあれじゃないですか、ここに書いてる通りハンドメイドじゃないですか。そうなんです。その時もやっぱり作って送るんですか。そうじゃないんですか。そうですよね。でも手組みでそれだけ精度出さないと、うん、多分そんな狂った馬力多分出ないと思う。そうですよね、分かんないです。これのダウンサイジングとかその手順したやつになるかも分かんないですけど、うんうん、まあ、一応それぐらいなんかいろんなものに転用されたりとか、うん、はい、しそうなエンジンという。でもね最初ねやっぱり4.3とかって4.3とか4あるじゃないですか、聞いたらこのエンジンじゃないかなと思ったんですよね。 GT の4.3とかそうじゃないですか、普通にこう作られてるエンジンだったりするんで、まあ、その違いがやっぱりすごいなと思いましたもんね、うん、そして他エンジンルームもこのどでかいタービン丸見え で、うん、で意外になんかこうフェンダーとか普通にスチールなんですね、うんうん、これもね、はい、フードはこれあれですかね、うん、でスタンダードモデルよりなんか260キロぐらいどうしてもやっぱり重くなっちゃってるんですよね、はい、うん、まあ、いろんな装備がついたりしてる関係 で、ね、ただそれをもろともしない。で今までにこういうちょっと演出なかったと思いません？確かにちょっとこの辺の色気なんかも追加されて、ね、で 45S これドライバーズパッケージが標準になるんですよ、はい、だなんとびっくり270キロ、はい、もう日本だと全く使わないですけど。そうですね、はい、でもまあもうハイパフォーマンスモデルですよね、全部ドライバーズパッケージがつくってことは、はい、もうちょっとロマンの領域になるんですけど、はい、そんなのもついてくるという、はい、じゃあちょっと270キロ出しに行ってきますか。ちょっとそうですね、はい、どこに、5号に速攻ですね、大宮線に、はいはい、ちょっと行っていきたいと思います、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買い取りはボンドカーズ、輸入車買い取りはボンドカーズ。スタイルと表紙、あ、間違えた、間違えました。どうします、クラシック、はい、お、見慣れたやつ。何、やる気だとスポーツじゃないの。え、さっきのスポーツですよ、ね、スポーティー、スーパースポーツ、うん、スーパースポーツ、はい、すごいっすよね、だからこの辺は。じゃあ今日は、はい、高速に行っちゃいましょうか。行きましょう。いや、高速乗るのは初めてなんですよ。車軽い、軽いですね、めっちゃ軽い、うん、あとはこの音っすね、うん、僕は割といい音だなと思ったんですけど、はい、うちのカメラマンは、はい、あの逆のこの音すかって思ってました、言ってました。どうして。あのうちのカメラマンはもうちょっと、うん、もうちょっと野生な音が好きなんですよ。カルルルルみたいな。確かに、そう、それはもう排気量にちょっと依存してるところあるじゃないですか、うん、でももうだから人間がアップデートしていかないとダメじゃないですか。変わっていかないと、うん、そう思います僕は、うん、はい、まあ、多分ね、 あと何年かしたら彼乗れる車はなくなっちゃう、なくなっちゃいますね、うん、だからあのポルシェも水冷化した時に、うん、やっぱりちょっと空冷と音が違う、うんうん、でこのターボがついた時に、うん、やっぱりちょっとターボだとフェラーリとかも言われますけど、でもそういうところにこだわりを持っていくのはすごい大事だと思うけどね、うん、そこをこだわっていきながら、そうですね、もう新しいものとして価値観として受け入れていかないと。だからフェラーリも新しいの出たじゃないですか、 V6 のやつ、あれも結構音言われてましたよね。ちょっと違和感を感じてしまう自分と新しいものをこう、でも今ノーマルのマフラーですね、はい、とにかく車軽いですね。これちょっと奥様とか乗ってたらもう最強ですね。いい、足回りも硬い。そうです。今コンフォートなってんじゃん、今日割としっかりめっす。今少し、はい、コンフォートです、はい、割としっかりめです。めちゃめちゃ乗り心地いい方かっていうと、もうスポーティー。ただ細かい段差なんかは19インチも全然気にならないですね、うん。うわ、もうすごいスムーズ、軽やか。バックエンドは白から白ですね。64色、これも 45S になると標準ですよね。めっちゃ軽い車が。ちょっとスポーツにしていいですか。まずスポーツで。あ、もうあからさまにちょっとステアリングも少し重くなって、はい、路面張り付いてる感半端ないっす。いい音してますよね。あ、でもマフラーはまだ入ってないですもんね、はい、じゃあスポーツプラスに。スポーツプラス、マフラー変わりました。気持ちいいなこれ。気持ちいい。いや、車のバランスいいっすよこれ。内装のこのバランスはちょっと格差社会かもしれないですけど、車のこの走りのバランス、パワーと軽さと剛性と、とにかく車軽い。これ高速こんな感じなんですね。すごいいい車じゃないですか。全然ストレスフリーじゃないですか。これさっき奥さんって言ってたけど、はい、このでこれ自分でなんかお仕事って乗って、いやいや全然もういいっすよ、いいっすよ、全然いいっすよ、全然いいっすよ、はい、これ足に使えたらちょっと幸せすぎますね。最高ですよ。軽やか、大体もうサイズ感いいからどこでもいけるじゃないですか。だから正直僕 CLA って、はい、ちょっとその CLS が出た時衝撃ってやっぱなかったじゃないですか最初に、はいはい、で CLA ってなんかちょっと中途半端だななんて感じをしたんですけど。確かに C クラスのさらに下ですからね。そうですね、ちょっとどうなんだろうっていうところありますよね。ありましたけど、はい、でもまあ割りじゃないって感じますよね。確かに、
いや日本の道路事情で言ったら C クラスもこうだんだん大きくなってきてるじゃないです か、うん、だからこれがちょうどいいのかもしれないですね。やっぱりそのね今の C クラスもそうだし新型の C クラスもね、うん、あのデザインってやっぱり好みがすごいあるじゃないですか。確かに僕はこのインテリア僕あのツッチーの格差社会はありますけど4号全然いいと思いますよ。そしてこのトラフィックアシストがめっちゃ使えます、うん、午後80キロ制限、はいはい、もう分かんないとこあるじゃないですか、はいはいはい、でもちゃんと出るという今ね出ますもんね。さすがにこのアウトバーンみたいにこうシャッてこう、はいはい、斜め線は出てこないですけど、これスポーツって言いますか今。はい、スポーツって言います。あのあちあちのメーター切り替えをすか。ちょっと待ってください。切り替えは走ってる時できないのかな。できちょっと待ってくださいね。あできます。スーパースポーツでいいですかね。でインターフェースもついてるんで MUBX か、はいはい、いつもごっちゃになっちゃうんですよね。 MB って言っちゃうんですけど MUBX でした。はいメルセデス、どうぞお話しください。ちょっと寒いです。運転席側の温度を 21.5 度に設定します。すごくないですか。そう、ね、最近よくちょっと聞いてくれます。はいちょっと意思の疎通ができる。しかもデュアルゾーンだから今運転席側のって言ったじゃないです か、 だかちゃんとどっちで喋ってるのかっていうのを判断してそれだけやってくれるという。すげえこの車。いやいいかもしれないです。乗り心地助手席全然何のあれもないですね。ああ悪いとか全然硬いとかまあ硬いって言ったら硬いですけど全然その不快な感じは全くないです。ちょっとこの高速のつなぎ目、はい、ターンってくるぐらいですよね、はいはい、全然大丈夫です。ベンチレーションも入れています。あ僕もベンチレーション使いました。いやちょっとこれ結構楽しい系ですよ。いいんじゃないですか。結構上位にランクインしませんか。上のクラスみたいな、なんていうんですか、こう乗り味重厚感はないです、はい、もうどこまで行ってもそのコンパクト、軽やかなそのコンパクトの走りですけど、だからちょっとこの高速とかも、少しフラフラするとは言わないですけど、はい、こう自分のこの進みたい方向にこうグイーって進んでいく感じですけど、その分楽しさあります、はい、だから A クラスと比べて剛性ってどうですかね。どうなんですかね。A クラス短いじゃないですか、うんうん、こっちちょっと長いんで、うんうん、まあでも僕たちが乗ってるレベル一般道のレベルで言ったらどっちもそんなないでしょうね多分変わりはね。でもやっぱりハッチバックよりかも開口部がちっちゃいから、はいはい、一般的にセダンとかクーペの方が剛性はあるって言われてますよ、はい、だってあの背中の後ろにあんなでかいビームが走ってんすよ、ね、補強は補強っていうかフレームですけど。すげえなこれ。この車いいっすね。シフトのダイレクト感がありますね。そうっすね。シフトでも入ってる感じもあんまりないですね。加速 DCT、うん、これが3号だと7速 DCT なんですよね、うん、4号だと加速になるという。でやっぱり3号と4号の差だったらすいませんだ絶対4号買った方がいいですね僕結構中間グレードを推進委員会なんですよ、はい、中間グレードは中間グレードの良さあるじゃないですか。あります、はい、C43 とかめっちゃいいじゃないですか、はいはいはい、ちょっとこれに関しては小島さんに乗っかっちゃいます。じゃあ、はい、いや435が悪いってことじゃないですか。はいもちろんこっちが、はい、コスパで言ったらこっちかもしれないです、うん、良すぎちゃうと思います、はい、総評じゃあお願いしていいですか小島さん。総評、はい、助手席は最高。助手席最高ですね、はい、最高というわけじゃないですけどシート硬いようで、あそうシートはやっぱりだいぶ柔らかいです、うん、全然硬くないです。普通のあのなんて言ったらダイヤモンドステッチのそう、はい、パフォーマンスシートに比べたら全然超快適、はい腰やられちゃうわっていうのは全然ないです。ないですね。ないです。普通に全然いい具合の硬さですね。
ちょうどいいぐらいの厚さです。僕はやっぱりサイズ感が100点です。100点、はい、はい。土屋系は100点、土屋系もう持ってこいのくれますね、はい、ブレーキよかったね。いやブレーキも全然使いやすいですよ、うん、はい、効きもマイルドだし、しっかり効くし、奥ちゃんと効くし、あとはマフラーに関しては、で不満はあるわけじゃないですけど、ちょっとこう人間アップデートが必要かなっていうのは思いました、はい、もう新しいものとして。あとなんですかね、あと本当に乗りやすい、乗りやすいですね、はい、軽やか、あとこのハンドルとシートのギャップ、うんうん、これはでももう1台が理想ですけど、うん、大きい車はこれと理想ですけど、これだけでもなんかもう十分成り立っちゃうなみたいな。ちょっと言うならベンチレーションは言うこと聞かないです。そうっすか、うん、ああまあ確かに強力な、わかります、全然全く問題ないですよ、はい、問題ないんですけど、はい、レンジみたいなちょっと寒いぐらいのを想像してると、はい、全然それはそよ風ですね、そよ風です、はい、吹き出してるのか吸い込んでるのか分かんないですけど、マイルドベンチレーションですね、はい、確かに。でもこれだけと違いません？全然違います、全然、いや、あるとないと全く違いますよ、はいはい、でもそのなんかうわー寒っていうのはなかったですね。たまにそういう車ありますからね、はい、ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、買い取りもつい先日、はい、動画で、はい、北海道まで、あ、そうですね、はい、買い取り行かせていただきましたけど、そうですね、はい、コメントでそんなに遠くまでっていうコメントもしてたんですけど、はい、基本的にどこまででも行きます、どこまでも行きます、はい、ただ無計画でどこまでも行くわけじゃないそうですね、はい、ある程度、はい、できますので、ご連絡させていただいて、はい、もう買い取りできそうだぞっていうところまで行ったら、はい、そうですね、まあ、全国どこまでも、はい、行きますので、ぜひぜひ自慢の愛車を買い取らせてください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG45S 4マチックプラス、こちらをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。